どうもリズム高です。キャプキャプです。本日は先日行われましたね、はい、ブラジル対スイスの、はい、カゼミーロ選手、バゴーンですね、はい、カゼミーロ選手が先ほど決めたペナルティエリア内のショーバンっていうのも、はい、あれ神宗ですよ。あれ難しいです。ちょっと後ろから来たボールのショーバンですから、ね、めちゃくちゃ難しい。で今回、まあ、カゼミーロシュート対決っていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい、こちら、DJ トメルケルさんね、はい、まあ、こちらの板を使用してショーバンを生み出すと、はい、まあ、カゼミーロ選手こちらから決めました、はい、ただこれは右利きが相当有利、やっぱ左利きやから一回こう戻らないもう含めフェアにするために別ルールで右左左右両方同じ位置でね、はい、同じ位置ミーロしよう。オッケー、同じミーロ、左右ミーロね、左右ミーロしよう、左右ミーロしよう、はい、でキーパーは俺らで入っていく、1人3本ずつ打っていきます。ここの上げミスは1ターンに2回まで、サーブミスみたいなね、サーブミス、テニスのっていうことで、はい、まあ、順番を決めてやっていくですが、はい、今回なんと勝者には豪華商品用意しております。リズムチャンネル珍しく、ワールドカップ期間中豪華だな、なんかやることが、はい、それは後で発表ってことですね。後で発表します、はい、分かりました。名誉というよりも物なんで今回は。おっと、あ、物なんだ、物なんで、はい、最後までお楽しみください。それでは行きましょう。最初はグッズけてできる2番、最初はグッズけて3番で、キーパーは左右変わりましょう。あいつがあれ？キーパー？あいつ一巡目キーパー入ったよ。行きます。ワンミスですね。これ難しいから。あっ、カゼミーロ！カゼミーロ！完全再現きました。あ、取れた、取れた、あとは取れたな。うわ、ジミーロ、ありえる、ありえる、惜しい。お前プレー中の怪我は事態だぞ。うわ、めちゃくちゃいいシュート。痛い、今のは痛い。これが起きる確率の高いシュート練習ですか。じゃあ寝返ってきた。ということで、はい、カズミーロシュート対決は KO さんです。よっしゃ、ありがとうございます。ということで、豪華賞金、待って待って待って、お前ら、はい、やばいで、6本6本で
ゼロやで。ゼロ枠です。ちょっと枠です。やっぱ日本の決定力不足とやっぱ同じ問題やっぱうちのチャンネルも抱えてますこれ。抱えてる。ということで、まあ慶吾優勝したということで、まあ、豪華商品をプレゼントしたいんですが、はい、ですが、できておりません。はい、こちらに。どういうこと？お前段取り悪すぎやろ。お願いします。ちゃんと。あ、別でってこと。はい。ということで、その会場にちょっと行きたいので、はいはい、恒例のバッグをね、では会場に行きましょう。せーの、どうぞー。はーい、来てる。どこよ、ここ。はい、ということで、今回ですね、はい、こちら、見て分かる通りバルクオムさんとのタイアップのメントでございます。タイアップです。優勝ね、まあしたやつが、まあ、まあ、ご褒美こちらです。待って、これ全部もらえるってこと？何ですか？お付けです。はい、こちら、こちらのシャンプーセットを今から、使ってもらおうかなと思います。まあ、朝も変えたし撮影したい。いや、めっちゃ臭いよ今。はい、ほら、本当に昨日何も知らずに、はい、バルコールさんのバスソルトインスタグラムに上げてます。プライベートで。はい、そしたら次の日本当に来てました。そんなことあります？そして今バルコムさんも見てらっしゃってます。名称してもらってね。はい、うん、あ、名称してもらった。俺はちょうどあの視聴者さんにもらって使ってました。あ、本当に使ってます。これシャンプーはなかったんですよ、そこに。ああ、はい、じゃあ今回シャンプーを体験してもらって、洗顔、化粧水があったんですよ。おー、乳液ない。乳液がなかったんや。買ってください。はい。ということで、今回バルコムさんのシャンプーを、はい、まあ敬語に使用していただいて、このちょっともろもろついてるのはちょっともう後でちょっと説明をします。とりあえず一旦頭シャンプーも臭いし、はい、しましょう。笑ってくれ。はい、行きますか。じゃあ行きましょう。ほんまにもらっていいんですか、これ。はい、どうぞ。シャンプー持ってないからマジで嬉しい。お前どんだけ金ないねん。これシャンプー持ってないよ。シャンプーはあるよ。このシャンプーがないって。そうだよ。あ、じゃあ今日プレゼントします。あれ、何の前なんか急にセールスのみたいなって。はい、はい、ということで今からガチ洗いをしていきたいと思います。リゼムチャンネル初公開じゃない？なんかさ、さらされてるやん、逆に。え、もう洗っちゃっていいですか？ちょっと水圧弱いな。誰この辺選んだの？よし、あったかいの出てきたんでちょっと濡らしていきます。し、匂いどんな感じ？清潔感のある匂いします。ああ、シャンプーというなんかちょっと香水チックな、高級感のある匂いがします。あ、いや、すげえ。え、すごっ。めっちゃいい匂いするじゃん。塗ってきます。めっちゃ泡立ちいいんだけど、泡の質が普通のシャンプーと違うんだけど、なんかめっちゃ細かいんだけど。ここまで匂いする。待って、めっちゃいい匂いするぞ。マジでめっちゃ細かい。見て、落ちない。バルクオムさんのスキャルプブラシ、これもあるんで。気持ちいいやつだ、これ絶対に。これでもう頭皮ちゃんちゃんに。お前頭皮臭いし、たんま。あ、やろな。めっちゃ気持ちいい、これ。めっちゃいい。キャロプブラシこれ、買おうかな、マジで。で、シャンプー終わったら、トリートメントあるんで、これも、ちょっと試しましょうか。このシャンプー、世界的コンテストでグランプリ受賞してます。お前よう知ってんな。お前知らなかったよ。いや、でもそれがいい、いいやつなんですよ。実際、めっちゃいい匂いするもん。はい、落ちましたか？こっちのセリフが。はい、次です。かっこいいな。袋がかっこいいな。袋っていうのは渋いね。めっちゃいい匂いするわ。うわ、めっちゃさっぱりしました。え、めっちゃ爽快感ありますね。いい匂いだし。バルクオン。CM 分な。はい、ということで、髪の毛を洗い終えました。どうでしたか？いや、最高だよ。匂い、うん、すっきりする、うん、かっこいい、うん、髪です。ちょっといいですか？はい。決まる。決まんな、それ。決まる。お前、人の頭変えて決まるやつ聞いたことないで。ということで今回、バルクオムさんのこのシャンプーなんですけど、はい、なんでこんなちょっとね、いろいろ商品が並んでるかと言いますと、説明してくれ。今から言うね。あ、と定期便っていうのがありまして、はい、バルクオムさんのこのシャンプーとトリートメントのセット、はい、これのセットがあるんですね、はい、定期便で頼んでいただけると、はい、なんとですね、なんとなんと、まず1回目からこのリフレッシャー、バルクオムさんのリフレッシャーがセットで付いてきます。え、これとか職人1回やってみて。めっちゃいい。同じ一緒や、同じ系統の匂いで、これがまあ1回目で付いてくると。はい、はい、そして2回目、先ほど使ったね、スキャルプブラシ。はい。
あ、これマジで欲しい。そういうことだ。はい。毎回違うんだ、毎回違います。で。でも、もちろんこのシャンプーとトリートは毎月。毎月送られてきて、1ヶ月目。はい、2回目がこの2回目ってことですね。はい、うわすごい。で、あ、じゃあ3回目、はい、ヘアワックスってこと？これワックスです。これワックスって書いてあるもんね。はい。で、4回目、はい、ハンドウォッシュ。5回目、これルームフレグランスです。ほんでこれもシュ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 ってしたら、ほんで頭ガガガってして、外出るときはこれワックスさせた。完璧や。家帰ってきたらこれで、そう、ボーッシュ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 。え、普通に売ってはないんですよ。こちら定期便のみのやつなんです。5個目は、はい、最後にこの洗顔セット。定期便買うと、ここまでがなんと非売品のコーナー。この定期便を頼んだ人のみもらえる商品となっております。じゃあ俺は頼みますもん。はい、俺も頼みますから、ね。はい、そしてですね、なんとこちらの商品、はい、まあ Amazon とかね、はい、楽天とかでも購入できます。あ、もう簡単に買えちゃう。はい、簡単に買えます。ですが、まあ、もちろんやっぱりバルクオムさんの更新のサイトから買っていただくと一番お得です。なるほどなるほど。これに関してはなんで、こちらの方はちょっとリズムチャンネルの概要欄の方に、わかりました、貼っておきますので、はい、そちらの方ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。これはマジでおすすめです、はい、リズムチャンネルはお世辞なしでちゃんと全部言うチャンネルですので、はい、我々も使ってるんで、まあ使ったらリズムを思い出してくれたらね、はい、同じ匂いか、これケイゴの頭今これだ。確かにそれいいですね、はい、何の匂いにしてるんですか。嬉しいですね、はい、なんかさらされてるやん、逆に匂いで思い出してくれるのはすごい淡い感じですね。追い出せないこの人ね。ということで、概要欄の方もチェックしてください、はい、おめでとうケイゴ。ありがとうございました。いや、勝ってよかった。ということで、次の動画で。See you.